ティーチャーズシフトをお聞きの皆さん、こんにちは。教育 ICT コンサルタントの小池浩二です。玉川大学の小坂井正和です。小坂井先生は学校の遠足とか修学旅行って好きでしたか？そうですね、やっぱり自由時間とかすごく楽しかったですね。今日は小学校の宿泊旅行で ICT を活用されている先生をお招きしましたよ。旅行での ICT 活用とは珍しいですね。いろいろな子どもの個性をどのように引き出しているのかお聞きしたいと思います。教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーズシフト。今週は宝泉学園小学校の加藤智夫先生をゲストにお招きしています。加藤先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤先生は ICT 夢コンテスト2020で NHK 賞を受賞されたそうですが、まずはどのような実践だったのか教えてください。はい、チームの探検をネットワークでサポート、アクティブ修学旅行という実践でした。はい、私たちが子どもの頃から経験してきた宿泊行事の多くってどういったものだったでしょうか？多分ですね、教師によってスケジュールが組まれ、そしてみんなで同じ場所に同じタイミングで出かけて、そして同じ体験をするというものがメインだったかなって思うんです。うん、本当に主体的な宿泊行事を目指すには、一人一人の多様性を大切にしたアダプティブな予定を作ることが必要であると考えました。つまり各々が設定した研究テーマに基づいて最適な行き先やルートや計画、そしてタイムマネジメントも自ら行うことが大事だと思ったんですね。小学生が初めての場所でチームで協力をして、そして自分の研究テーマを深めていく実践です。行き先もすべて子どもたちが計画をしました。まあ小学校では珍しいかなって思います。まあ、こちらが ICT 夢コンテスト2020で NHK 賞をいただいた実践でした。おとなしい子っていうのもいると思うんですけども、グループによってそのみんなで助け合うといったというような、そういったことがあったんでしょうか？そうですね、おっしゃる通りです。最近一人一人の個性を大切にしようというような風潮ありますよね。でこれで、まあ、好きなことをしていく、好きなことだけやっていくっていうようなこともなんか一方であるような気がするんですけども、苦手なことであってもじゃあ人の力借りてやっていこうよっていうのが一つのコンセプトになっていたかなと思っております。うん、とはいえやっぱり小学生ですから、まあ、安全安心っていう部分で何かこううまくルールを決めたりとかってやったんですか？そうですね、ここは ICT を活用させていただいたんですけれども、一つはフェイスタイムを使ってオンラインでテレビ電話できるような形にしたりとか、あと普段子どもたちが使っているロイロノートスクール、これ使ってですね、子どもたちの進捗状況、どこに今いるかとかっていうことを逐一報告するみたいなことを工夫しました。じゃあ先生がその場についてるわけではないんだけども、オンライン上で常にこうフォローをしている感じってことですね？その通りです。ネットワークでサポートっていうことですね。そういうことですね。はい、この辺は、まあ、他の学校でも、まあ、これから一人一台端末があればできるような、取り組みってことですよね？はい、そう思います。だからこそ、まあ、ギガの先駆けとなった実践だったかなと思っております。こういう修学旅行とかでしたら我々ももっとなんか行きたいなって感じしますもんね。うん、そうですね。そんな加藤先生ですけども、学校外でも様々な取り組みをされているということですが、どんな活動をされているのかお話しいただけますでしょうか？はい、僕はマルチポテンシャライトという生き方をしているんですね。マルチポテンシャライト、なかなかこう聞き慣れない言葉かなとも思うんですけれども、まあ、パラレルキャリアとかっていろいろ言いますよね。うん、これっていろんなものを、まあ、副業として選択をしていくというような生き方だと思うんですけれども、マルチポテンシャライトの場合、もうそういう力というか、これがギフトなんだと、もう一つのことしかできないんじゃなくて、いろんなことをせざるを得ないような、まあ、そういった性質が自分の中にあると、じっとしていられないみたいな興味があったらすぐ飛びついちゃうみたいな、そんな感じですね。で学校人としてだけでなくって、たくさんのサードプレイスを持っているというようなイメージで僕は今活動をしております。もちろん学校の仕事は楽しいんですけれど、自分の価値観、大事にしたいものというものを満たすには
学校だけでは足りないっていうのが本音のところなんですよね。なので海の仕事もします。なかなか学校の仕事で海は行けないんですけれどね。でキャンプの活動もしますし、スポーツにも携わりますし、それから司会業などもさせていただきますし、そうやって全国各地を飛び回らせていただいております。で最近は一人一人に寄り添えることが心地よくって、メンタルトレーニング、コーチング、カウンセリングなどもさせていただいています。学校の先生が、メインで働いてるとは思うんですけども、いろんなお仕事をしていて、その境目とかそういったようなものとかって意識しなくて大丈夫なんでしょうか？そうですね、これね、自分でも気づかぬうちにいろんなことが一緒になっちゃっていてお、結構疲れてるぞなんていうことももちろんあるんですけれども、しかしやりがいとか、やりがいっていう言葉一つで収まるようなもんじゃないかもしれませんけれども、自分の生き方として人とこう関わっていくっていう時間、これがすごくエネルギーをいただけるっていうことなんですよね。でこれに僕は今熱狂しているというかですね、はい、なので楽しくてやっているので、境目ないんですけども本業の方にフィードバックできてるっていうのはちゃんとあるっていうところなんでしょうか？そうですね、いろんな人とお会いすることによって、一面的な見方だけではなくって、子どもたち、それから同僚の先生たちとか、それからいろんな人たちとですね、いろんなアプローチの仕方っていうものがまた見えてきたりとかするので、非常にフィードバックためになってると思います。割と学校の先生ですと、コミュニティが学校しかないっていう先生意外に多いって聞くんですけども、どうやってそういうネットワークを広げていかれてるんですか？いろいろご縁をいただいて、そしてそこでまた、じゃあ次うち来てよっていうようなパターンが多いんですよね。特に私が存じ上げているところでは、私立の小学校のコミュニティなんかも作られてますよね。そうですね、192カフェというようなコミュニティですね。これもある意味、私立小学校同士ってライバルだったりもするわけじゃないですか、はい、これを一緒につないで何か活動しようって思ったきっかけって何だったんですか？ありがとうございます。これからの教育考えていくときにですね、一つの学校だけではもう難しいだろうなって思ったんです。で私立小学校っていうのは特になんですけれど、教科ではかなり濃いつながりがあったりするんですけども、教科を超えてのつながりがほとんどないというような状況だったんですね。そこで教科を超えて ICT を切り口にして、みんながそこに集まってこられるようなコミュニティ作っていこうっていうのが一つ狙いでした。これだけいろいろな取り組みをしていると、時間がいくらあっても足りないかと思うんですけども、どのようにタイムマネジメントをされているのか教えていただけますでしょうか？タイムマネジメント難しいんですね。僕はもう Google カレンダーにポン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 全部入れているんですけれども、仕事の予定もプライベートも全部一つで管理をしておりますね、はい、実際やっぱり時間、自体は24時間しかないと思うんですけどもどこの時間を使ってこういう外の活動にしてたりとかするんでしょうか？ですね、時間の管理っていうのもそうなんですけど、なんか気持ちのなんかゆとりとかっていうことをすごく大事にするんですよね、はい、するとなんか忙しそうに見えていろいろ窮屈にやってても、でもこれ自分でやっていることだから大丈夫だよねっていうような方向になってて、苦しくないっていう心の面とか精神面っていうものが大事かなって今思ってんですよね。ある意味活動していても、これ仕事じゃないから、あくまでも休憩時間であり遊びの時間だっていう感覚でやられてるわけですね。そうですね、はい、なんとなくそのブラックなはずなんだけどブラックじゃないとか気持ちの問題とかってあるのかもしれないんですけども、はい、先生がそういう気持ちを安らげるというか、はい、やる気でいるっていう状態を保つ方法とかって何かあるんでしょうか？まず日課にしているのが、毎朝瞑想をして出勤をするっていうことは日課にしていますね、はい、実際どんな感じで瞑想ってやられてるんですか？部屋で起きてアプリつけて、アプリに瞑想アプリが入っていて、はい、でそのアプリの誘導に従ってガイドに従ってやるんですけど、1回15分から20分ぐらいかな、毎朝取り組んでおります。それでやっぱり気持ちがリフレッシュされる感じですか？はい、あともう一つは、心と体はつながってるっていうことを最近すごく感じていて、こちらに来させていただくためにもちゃんと整えなきゃって思ってですね、ピラティスの最初にやるリリース、筋膜をほぐすなんていうこともやってですね、すると心がすごくファーってなっていけるみたいな感じになります。
割とその気持ちの持っていき方をなんかうまくコントロールされることで、まあ、忙しいながらもやっぱりやりたい方、モチベーションの方につなげてる感じなんですね。そうですね。そのあたりって自分でなんか勉強とかされるんですか？あ、してますね。僕が最初にこれに気がついたというか、やってみようと思ったのはコーチングを学んだ時からだったんですね。でコーチングって人とのコミュニケーションを学ぶっていうところから入るんですけれども、でもその前段階に自分との対話がまずあるよねっていうところなんですよね。で自分が今大事にしたいこととか自分の状態ってものを、そこで初めて僕は自分自身で問いかけて気がついて、あ今疲れてんな、今いけるなとか、いろんな状況をこう保てるようになってったっていうのが最初ですね。そこから心理学をいろいろ学びさせていただきました。やはりまあ常に学び続けていて主体的にこう動いているので、常にまあ楽しく新しい活動に取り組めるっていう感じですかね。はい、そうですね。あと仲間もいますからね、そこで、はい、まあ、そういうコミュニティ作りぜひ見習っていきたいと思います。はい、といったところでそろそろお時間になってしまいました。ティーチャーズシフト、新しい学びと先生の働き方改革、今週は宝泉学園小学校の加藤智夫先生にお越しいただきました。加藤先生、素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ドクター小堺のキャリア塾。皆さんこんにちは、小堺です。今回は第8回、自分を意識してもらう S タイプの子についてですね、勉強していきたいと思います。この S タイプという子につきましては、特にこの人とですね一緒にいる方が好みといったのが特徴で、人間関係は非常に外交的です。で一方で拡散的な思考を持つ子なんですね。すなわち一度にたくさんのことを考えるタイプです。特にこの社交的な能力に長けるという特徴もあって、他人の気持ちを理解し人と人を結びつける能力といったものが高い傾向にあります。ということはどういうことかと言いますと、まあ人に対して世話好きであったりだとか、人の輪を重んじるという性格がすごい強い子でして、PBL だとかグループ学習にいてくれると、そのグループとかチームのですね、まあ緩衝材代わりになってくれるという頼もしい存在でもあります。先生なんかについてはこの S のですね要因が高いと先生向きだなっていうふうに思うところもあるんですけど、ちなみに私はあまりないタイプでして、まあ、残念なところではあると思います。でこの S タイプの子というのは、人と人をつなげるという代わりに言ってしまうと顔色を見るんですね。人の顔色を見て意見というものを変えてしまうといったこととかも子供のうちは非常に多かったりもするので、芯がなく見えるということもあります。なので先生は非常にこういった S タイプの子については顔色を伺うだけではなくて、自分の意見もちゃんと言えるように促すといったようなところが必要になってくるというのが注意点です。で職業的にはこの S タイプの子たちは対面販売などの対人的なものとか社会的な仕事といったものに、まあ、好みといったものを持っていて、接客業であるだとか今で言うと医療とか福祉関係の仕事についてもですね適性を持っていると言えると思います。でまた先ほども申しました通り、幼稚園や保育園の乳幼児教育あるいは初等教育などのですね教師といったものに対して、まあ、向いてるというふうには考えられると思います。まあ、他にもホテルだとかそういったところのフロント係だとか、まあ、接客業全般といったようなところですね、学校関係で言えばソーシャルワーカーの人もこういったような要因があると、非常にですね人に接するといったところに苦がなく入り込めるんではないかと思います。ぜひこういったところを注意して伸ばしていっていただければと思うんですね。まとめますと、この S タイプ、まあ、社会的なタイプということで PBL の調整役としてですね力を発揮すると思います。洞察力に優れ、人の気持ちに敏感で世話好きが多い、そしてまた教師向きでもあるんですけれども、人の輪を重んじて良好な人間関係を構築しようとするので芯がなく見えてしまうといったところもですねちゃんと吸い上げて指導していただきたいと思います。それではまた。
ティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています。 YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください。Creativity is not an outcome. Creativity is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure. It's a choice to believe in yourself, your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us, and unlocking it starts with a choice to make the leap.